モンブランや栗きんとんなど秋を感じさせる栗スイーツ。地域ごとの名物も多いので、毎年お取り寄せ品を注文するのを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、お取り寄せの栗スイーツは和菓子、洋菓子ともに種類が多く、どれが良いか迷ってしまいますよね。そこで今回は、お取り寄せ栗スイーツの選び方と、おすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。美味しい栗スイーツで、少し贅沢なティータイムを楽しみましょう。リストの最初の製品は、山鹿灯籠栗もなか早瀬錦堂。北海道産インゲン豆を使った餡に、栗の風味をプラスした上品な味わいの最中です。手作業ならではの絶妙な力加減で、最中の隅々まで餡が詰め込まれています。第19回全国菓子大博覧会全、好み博大賞受賞の味を一度試してみてはいかがでしょうか。2番目の製品は四万十純栗モンブラン、四万十ドラマ。栗、砂糖、渋皮煮用シロップだけで作ったモンブラン。まるで栗をそのまま食べているような味わいです。添加物で栗をそのまま食べているような味わいです。添加物などの余計なものは使用せず、四万十竹栗 100% で作られています。リストの次の製品は栗や南洋軒栗柿。干し柿に栗きんとんが詰まった、ちょっと珍しい栗スイーツです。柿と栗の風味が口いっぱいに広がりますよ。化粧箱入りで包装、柿と栗の風味が口いっぱいに広がりますよ。化粧箱入りで包装紙に包まれているので、手土産などにもしやすいでしょう。次の製品は、エスキーイス栗とコーヒーのほろ苦が、タルト3区。国産栗の渋皮煮がゴロゴロ入った、贅沢なモンブランです。14cmのホール型なので、大人3から4人で食べられます。コーヒーのほろ苦さが加わった大人の味わいです。次の製品は、芋栗中島大聖堂。丁寧に裏ごしした丹波栗と甘みのあるなると金時芋の繊細な風味が楽しめる商品。生地には渋皮栗をシロップ付けした粒が混ざっており、ほっくり感を引き立てます。スパイスや香料などを使っておらず、素材そのものの良さが味わえるでしょう。リストの次の製品はジグリフレンズモンブラン、四万十ドラマ。食感が異なる栗ペーストを使った栗たっぷり、モンブラン。すき栗、なごみ栗、四万十ちぐりを使った3種類のモンブランが食べ比べられます。また、砂糖の量が抑えられており、栗本来の甘さが楽しめるでしょう。次の製品は栗ういろう綺麗製菓。刻んだ栗がたっぷり入った綺麗製菓の栗ういろうです。甘みを抑えた淡白でまろやかな風味が楽しめます。一箱に5本ういろうが、甘みを抑えた、淡白でまろやかな風味が楽しめます。一箱に5本ういろうが入っているので、シェアもしやすいですよ。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に、製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。